今回の2台のエブリィのベッドを比較してどちらが車中泊に向いているのか見ていくことにします。これから車中泊を始めたい人、ベッドをこれから作りたい人、今のベッドに不満のある人に届けたい動画となっております。最後まで見てくれると嬉しいです。まずは見た目の比較。こちらは何もないフルフラット。こちらはベッドの高さを変えた2段のベッド。これは好みになると思うねんけど、断然フラットの方がいい。まあ完成度が違うからね。あくまで今の見た目。次はベッドとしての使いやすさ。こちらはセミダブルの布団が引けます。でもそれだけです。布団を積むと場所を取りすぎて邪魔。寝るだけ車中泊ならこれでいいかも。最近は一人用の布団と寝袋で出かけてます。ちなみに引いてみるとこんな感じ。173センチの自分が寝てみるとこんな感じになります。横から見たらこんな感じ。助手席の段差がちょうど枕になってグッドです。もちろん運転席の後ろにも寝れますよ。ただこれ以上大きい人はこのベッドでは無理ですね。次はこっちを見てみましょう。助手席のテーブルもこっちに乗せます。今はまだこんな感じなんやけど、次の動画でここ作ります。布団を敷いたらこんな感じ。寝たらこんな感じ。ここはどんなに背が高くても大丈夫です。もちろんここも寝れますよ。ここは身長制限ありです。次は乗り降り見てみます。自分は別に足が長いわけではないですけど、若干の背伸びぐらいで乗れます。さすがにこっちは乗りにくい。乗れんことはないけどね。ここはやっぱり乗りやすいです。ここからの乗り降りが一番楽。足もかけれるからボーっとする時にも持ってこい。さてここからは荷物を乗せて検証。車中飯する時って結構いろいろ持っていくんよ。収納って結構大事。こんな感じで車中飯やってます。だいたい半分は荷物やね。2人で寝るときは冷蔵庫とポタ電は助手席の上、カゴはかろうじてベッドの下に入ります。全部ベッドの下に入ったら嬉しいねんけど、まあでかすぎて入ったとしても出し入れが大変。一応ベッドの天板置くようにはしてあるねんけど、結局上に荷物が乗ってて開けたことないんです。まあ、だから引き出し作ったんですけどね。さてここからが本当に伝えたいこと。見ての通り
上のベッドはそのままテーブルとして使えそうです。2人並んで飯を食べても全然広さあると思います。ベッドの下にポタ電収納できます。さらにそのまま操作可能です。冷蔵庫はさすがに入らへんけど助手席の上でいいよね。他にもいろいろ収納してみました。こっちはまだ収納スペースあります。ここはまた専用の収納ボックス作ろうかな。あとベッドの天板開くのも便利。もちろんこっちも開きます。いかがだったでしょうか。1号機も良かったけど2号機は今の段階でもかなりいい。この動画が参考になったよって人はぜひチャンネル登録お願いします。これからさらに作り込んでいくのでお楽しみに。あとサブチャンネルもやっています。こちらは実際に1号機で車中泊行ってますよ。こちらもよろしく。それじゃまたね。